おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1196です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てたこちら、女神デバイスのアスラ忍者。こちらの方ね、組み立て、まあ開封から、まず素体モードの組み立てと武装パーツ。こちらの方のね、組み立てを全部やっていきました。ということで、今回は、まず素体モードの、まあ、稼働範囲のね、おさらいですね。女神デバイス前紹介したやつから結構時間経ってるんでね、久しぶりにちょっと軽くやりたいと思います。それから武装パーツをちょっと紹介していくというかね、組み付けの方をやっていきたいと思います。はい。一応武装パーツこのまま置きっぱなしにしたいと思います。ではですね、これから、まず素体モードの、はい。こちらをね、おさらいからいきたいと思います。まずこの状態でぐるり回すと、まあ、前回もちょっとね、ぐるり回したんですけど、こういう形となってます。で、頭部に関しては、まあ一応左右、ちょっとね、作ったばっかなんで硬いんですけどね。横は全然問題なし。はい、こんな感じですね。で、あと上。上は頭部のここだけではなく、首の根元も動くんで、ちょっとありえないぐらい曲がっちゃってますね。で、下も同じく、ぐっといけるんで、こういう風に下も向くことができると。はい。で、頭部のこの部分がボールジョイントなんで、ここで動かせる他に、首の根元も動かせるんで、はい。非常に変な感じになってますよね。一応こういう風に動かせるんで、これの位置調整とかをすることによって結構ね、かっこいいポーズも組むというかね、つけることもできるようになっております。で、こちらの後ろ髪。これは一応今回は一応ダブルボールのこういう軸タイプを今回採用してるんで、一応根元の部分のスイングしかできないんですけど、もう一個の手首ジョイントみたいな可動ジョイントタイプがあるんで、そちらにすると、ここでね、スイング以外にもこう動かしたりすることができるんですけど、ここだけね、密着するんではなく、ちょっとね、このジョイント分だけ浮いちゃうんで、ちょっと違和感ある形になるんで、それはまあ好みの問題かなという感じだと思います。だから見た目を重視するか、可動を重視するかっていうね、そういう違いになると思います。で、次に腕。一応腕周りは、特に肩のね、干渉源はないんですけど、これ以上は後ろ行かないですね。どうしてもこの肩甲骨的な感じ、ここの部分が当たっちゃうんで、これが限界と。で、肩の部分が、ここの部分で分かると思いますけど、こうスイングできるんで、こうやってみ、初めて見たな。こうやって見ると、ここのところにあった肌色がガバってなくなっちゃうんで、非常に違和感ですよね。こういう風に腕をね、寄せたりすることができるんで、あまり角に動かさなければ非常にいい感じだと思います。で、腕はここの部分で、はい、ロールすることができるようになってます。で、肘はこれぐらいですね。90度以上に曲がってますね。で、手首はこの時ジョイントが入ってるんで、ここの位置調整でうまくできるんですけど、ちょっとね、手首ジョイントをこう、覆うような感じになってるんですね、ここが。それと、この手首のね、こっち側で当たっちゃって、すっぽ抜けたりする可能性があるんで、そこだけちょっと気になるかなって感じかな。はい。一応水平はこんな感じで、両方同じように動かすことができます。で、ボディはここで、まあ、ここでグリグリ動かせるのと、ちょっと外しますかね。根元の部分で、ここのところで、この可動ですね。この可動以外に根元の部分でこういう風に動かすことができるんで、まあそれに合わせて、まあガシガシ動かせるという感じですね。一応ですね、頭部の可動と合わせるともっとね、かっこよく決めれるかなという感じでしょうかね。はい。で、足回りなんです。まあ足というかまず腰はここのところで動かせるんで、胸部も同じように動かせるんで、かなり可動範囲は広いと思います。で、サイドがここのところで動かせるんで、これを動かすことによって、で、あまり干渉しないんですけどね。で、股関節の部分をこれ、中のジョイントで繋がってるんで、ここのところをちょっと下に下げてあげると広くなります。で、それに合わせて前後もちょっと良くなりまして、もものここでロールもできます。足は二重関節なんで、ここまで曲げれて、足首も動きますし、ひねりもできる、つま先も動くっていうね。はい。非常に素晴らしい素体となっておりますね。最初に出たね、グラップルとかね、あの辺と比較して、なんていうんですかね、前まで出てた感じだと、まあ、二つのうちどっちかを選択して組むっていうシステムから、ちょっと変わったんですね。まあ、こちらのね、一個で一体しかできないっていう、このタイプの方がいいかなと。まあ、気持ちとしては、武装神器、あちらみたいな感じなんですよね。だいたい二つセットになるような感じで発売して、そのうちのパーツを片方に寄せることによって、まあ、一個が完成っていうかね、完全体になるみたいなね、そういうコンセプトで作られてるようになってきたんで、まあ、昔のね、武装神器、をまあ持ってた人とかね、集めてた人にとってはまあ、ちょっとね、親しみあるような感じかなと。ただそれのプラモ版っていう感じかな。はい。一応素体の稼働の基本はこんな感じとなってます。で、手首に関しては、まあ従来と同じくね、ジョイントのところは手首外してあげて、付属の手首パーツ、例えばこう平手とかね、そういった取っ替えることができると。で、手首の予備ジョイントっていうのも結構ついてきてるんで、まあそちらをね、まあ利用すれば、ジョイントごと引っこ抜いて、で、
手首とセットになってジョイントで差し上げれば、まあ、その1個のジョイントはそのね、グーならグー、平手なら平手、専用の、まあ、手首ジョイントにすることができるというふうになっております。はい、一応こんな感じです。 あと表情パーツも同じで、ね、前髪外して取っ替えるというのは基本的に一緒となっております。ではですね、これから早速武装パーツの方をつけていきたいと思いますけど、まずね、こちらの素体のところからいらないパーツを外していく必要性があります。で、まず一回頭部をここから引っこ抜きまして、腕の方もそうですね、腕もここから抜きますよ。で、手首に関しては大体のパターンだと、こっから手首をこうね抜きまして、こっちの方に移植するっていうのが大体いつものパターンな感じがしますけど、こちらの女神デバイスっていうかね、このパターンはこっから先は使わないんですよ。で、同じくこちらのね、素体からまあ反対の手もね取りまして、で、胸部パーツも取りますと。はい、そして一応今回はここだとあんまり見えないんですけど、こう思いっきり反らせると分かりますかね、ここに段差見たくなって、ここに可動ジョイント見えたんですね。これが今度武装状態のところ腹部が変わる関係で、これも取っ替えなきゃいけないんで、サイドのこの筋パーツを一応慎重に外してあげると。で、反対も同じく慎重に外してあげて、ここのパーツを、ここでパキッとね割って、こういう風に露出させて、この状態を一回作りますと。で、ここから引っこ抜きまして、腹部パーツを抜いて、ここのブロックを引っこ抜きますよと。はい、で、このパーツは使わないで、これまた避けときまして、一応また武装状態としてはこの首のこのジョイントね、これも今回は使わないっていうか別のやつにしなきゃいけないんで、これも同じ感じで外してしまいます。はい、一応これで外れましたと。なので、まず素体状態から使うパーツとして残ったのがこの辺、あ、ももパーツっていうか、ここも使わないからこれもいらないんだ。はい、なのでこちらの腰回り、足っていうか太ももと股関節、一応ボディ周りのこの辺と、一応腰のこのパーツですね、このパーツとサイドの筋のパーツ、そして頭部から使うのがこちらの髪の毛パーツと、根元のジョイントで、こちらのジョイントパーツも使うんで、これも残し、前髪も外します。で、表情パーツはこの耳パーツは素体用なので、本当顔のこちらだけね、これだけを用意して残してあげた、これは避けてしまうと。はい、なのでほとんどバラバラになっちゃうんだよね。こちらがちょっとね、女神デバイスのちょっと差し替えの余剰品の大量さ、そこがちょっと気になるかなっていう感じですかね。はい、一応こういう風にできましたら、まず素体の本当のベースを一回組まなきゃいけないんで、まずこちらの部分の首、ここのところに、はい、このパーツを差し込みますと。で、先ほどのやつと比べてちょっと首長めになるって感じですね。そしてこちらのここのところに胸パーツ、これですね、先ほどまではちょっとね2パーツ構成だったのが1パーツになって、ここのところにピンがちょっとね出たんですね。一応こういうやつにしますよ。で、腹部、ここに入れる前に腰のジョイントパーツをここに入れますよ。先ほどまで動かしてたここの可動ジョイント、これが白になったんで、こちらと組み合わせると、はい、一体感出ますね。で、一応これができましたら、もう腰パーツはここにくっつけてしまっていいんですけど、その時にこの股関節ね、これを忘れずに入れてあげて、こういう風に段取りしてあげたら、前後で閉じてあげるよと。はい、一応こういう感じですね。これをちょっとね、抜き差しすることによって、だんだんここのね、ピンが緩んできて、簡単にスポスポ抜ける可能性があるんで、そこだけ怖いかなって感じですね。で、こちらはもう OK なんで、もうここのところに先ほど外したね、この筋パーツを戻してあげて、これで一応ボディができました。そしたら次に頭部作っちゃおうかなと。で、頭部が一応こちらに今度切り替わりまして、表情パーツはそのまんまここに差し込むことができますよと。で、前髪もそのままつけれるんですけど、先にね、ここをつけちゃおうかなと。で、ここのところに、こちらのね、ピンをここに差し込んで、外した髪の毛をここにつけてあげると。一応こういう感じで、ここに髪の毛パーツつけることができる。同じく反対側もこちら側にピン打ってやって、こちらをくっつけて、このようにつけることができると。で、先ほどね、言った通り、こちらピンではなく可動ジョイントにすることもできるんで、まあそれ一応好みかなと。一応こちら根元の部分でこう2段階でね、こちらのベース部分とここでひねることができるんで、多少ね、向きとか調整することができるようになっております。一応こちらができたら、組んでおいてっていうかね、先ほど外した前髪のパーツをつけてあげると、こういう感じで、一応これで武装状態がここまでできます。そしたらですね、あとこれから各々のパーツをつけていくと。で、まず腕をつけると、ここのところに、
このね、組んだ腕パーツを差し込んであげまして、で、反対側もこのところで差し込んであげます。はい。これで武装状態の両腕がつきました。で、次に足ですね。足をここのところで差し込んであげて、反対も同じく差し込んであげると。はい。一応こんな感じで両足がつきましたと。先ほどね、足がちょっと真っ黒っていうか、この黒一色だったんですけど、今度赤とかね、白が入ったんでね、見た目がちょっと派手になったかなって感じですかね。そしたらですね、今度ももの、ここの側面と、ここですね、この穴のところに、このパーツをつけます。で、この白が上になるようにして、こちらのグレーと赤のピンがあるんですけど、この赤ピンをここに刺してあげますよと。こういう感じですね。で、反対側も同じように、ここのところに赤ピンで刺してあげると、こういう感じにつけることができますよと。はい。これで、一応ボディ周りはこれで完了という感じですかね。そしたらですね、次に首だね。ここのパーツ。これを上から差し込んで、ここのところにある凹みの部分が、このちょうどね、交換した胸パーツをこのピンと刺さるようになってるんで、ここのところにしっかりと差し込んであげると、こういう感じにつきますよと。はい。で、一応これでもう頭部はつけちゃっていいんで、頭部パーツはここのところに差し込んであげまして、こういう感じですね。ここがちょっとまだきついんですけど、一応こういう感じで、はい、頭部をつけることができると。で、そしたらですね、こちらのところに、この赤リボンを腰のここにある穴のところに差し込んであげると。はい。まずこれが普通というかね、基本のスタンダードな、まず武装状態ですね。こういう感じです。で、手のここの部分に、このパーツですね。これを刺してあげて、で、反対側ですね。こちらも同じく、ここのところにこいつを差し込んであげると、こういう感じに両手にね、こういう武装をさせることができるという形となっております。一応これがまずフル装備か。あ、もう一個ですね。腰のところにね、これ。忍者刀をここのところに差し込んであげて、これで本当のフル装備ですね。で、先ほど刺したピンの反対側ですね。ここが穴あるんで、ここに付属の台座ですね。そちらを差し込んであげることによって、まあ、フル装備というかね、武装状態でも立たせることができますし、こちらのね、台座に関しては、まあ、前に紹介したものと基本的に同じものがついてきてるんで、高さ調整だの、角度調整をすることも、まあ、従来通り問題なく行うことができますが、これならどっちかっていうとね、フライングベース、まあ、以前紹介したやつだとフレズベルク、あちらについてくるようなね、別売りのフライングベースをつけてあげた方がもっといいかもしれないですね。基本的につけるとこういう形となってます。ちょっとね、両腕がごっつくなんですけどね、一応こういう感じで、まあ、つけることができるようになっております。で、これからですね、武装関係とか武器の持たせ方関係とかね、一応こちらに転がってるこれとか、あとこちらにね、手裏剣、これをね、持たせ方とかね、これをちょっとやっていきたいと思います。まずは基本的に武器の持たせ方としては、ちょっとこれ外しますけどね、手首をここから一旦外しまして、武器持ち用の手首パーツをここに用意してあげてつけてあげるよと。はい、一応これです。一応指立ってるこのタイプもあるんですけど、こういうタイプではなく普通の、ね、このタイプがあるんで、こっちをつけてあげて、で、腰のところからちょっと忍者刀をね、今ちょっと中間パーツ的な感じでつけちゃってるんで、これちょっと一回外しましてね、これをやるとめんどくさいんで、できればこちらのところのリボンのところに、まあ、これをねつけてあげて、実はこちらのね部分に穴が1個あるんですね。ここに忍者刀をつけるにしてあげれば、忍者刀のね付け外しは結構楽に行えると思います。要は先ほどの状態だと、一旦このリボンパーツとこのね忍者刀がついて台座という風になってるんで、この忍者刀をつけるときには一回ここ外して付け替えてっていうのがあるんで、こういう風にしてあげた方が忍者刀の付け外しは簡単にできるかなと。まあ、設定上ちょっと合ってるかどうか怪しいですけど、一応こういう風にしてあげた方が、はい。台座をね、一回一回バラさなくても全然も、まあね、付け外しができると。一応こういう風にできたら、手首のところに、こちらの忍者刀を、まあ、いつものね、フィグマとかと同じパターンですね。グイグイっと入れて、ひねってあげるって書いてあるんで、グイグイっと入れて、ひねってあげると、こういう風に持たせることができると。はい。ちょっと短いんだよね。もうちょっとなんか先っちょがとんがってるタイプの剣でもいいかなって感じがしますけどね。一応こういう風につけることができます。で、これと似たような感じで、一旦忍者刀を外しまして、こちらですね、手裏剣。これも同じくここのところにブスッと刺して、はい、これで保持完了という形となってます。ただ手裏剣自体はこれちょっと余っちゃうんだよね、完全に。なので、こちらこうやって外してあげて、予備でついてきてるこちらですね。こちら全部で、もともと使ってるこれ含めて全部で4つついてくるんで、こういう風に組み替えてあげて、で、ここのところにこうやってね、まあ刺してあげて、これで同じような形状のものが2個できたんで、これをね、こうやってつけておいてあげると、一応こちらのね、手裏剣も余剰なしでまあつけることができるんで、それは1個ありなのかなって感じですね。一応こういう風につけることができるようにはなっております。で、
手についているこちらに関してもそのままね、まあこうやってグサッといけるとかね、縦も兼ねてるのかな、こういう武器となってるんで、こういう風につけることができると。そしてこちらに転がってるこのパーツ、こちらに関してはここの先端パーツをスコンと抜いてあげると、今こうやって抜けちゃったけどね、こっちはね、白いやつは抜ける可能性があるんで接着してしまった方がいいかな。でこちらの刃の部分だけ用意しまして、これをここに差し込みますと。そして先ほどの手首パーツのところにエイヤと同じく持たせてあげると、はい、こういう感じでカタールですね、こういう武器になりますと。そしてここの部分の、ところからこれを外してあげまして、そしてこちらも同じくカタール同様、ここからね外してここのところに持たせてあげると、これがクナイですね。こういう風にできるんで、武器は結構ねついてきてるという感じかな。まあ贅沢を言うんであれば、こちらの手持ちと、あとここのねクナイと手裏剣、忍者刀、これをね、まあこの辺全部まとめて1個のね大きい武器になるっていうのも、なんかギミック的には面白いかなって感じがしますからね。まあその辺に関しては次回紹介するやつと組み合わせた最終形態で、もしかしたらなんかねあるかもしれないんでね、そちらに関してはちょっと楽しみに取っておきたいかなというふうに思っております。で最後にちょっとね、あ、このねマフラーの可動というか、こちらも根元の部分でひねりとかね上げたりとかできるっていうのもありますけど、一応こちらに関してはね、一応フル装備というかね武装モードということで、やっぱりこちらの通常の表情パーツっていうよりも、こちらを一旦外して、これじゃないやつ、それはこれですね、このマスクバージョン、これをつけた方がいいかな。これでこうして前髪つけてあげると、はい、こんな感じですね、より武装状態に近いって感じかな。一応こういう風にすることができるんで、まあ武器もね非常にいっぱいついてて、まあ組み替えできてね、なかなか面白かったと思います。ただ一点言うならば、こちらをね組み替えすることによって、このね前面のこの白とかね、一応手首のここのパーツが一応2パーツ構成になってるやつの外側がこいつをくっつける関係で、下手したら、ね、引っ張ったらね、こっち側に外側のこの三角のパーツがポロッとついてくる可能性がなくはないので、こう付け外しすることを考えるんであれば、もう接着できるところはもう接着してしまった方がいいのかなという感じですかね。あとはもう今ちょっと動かしてて分かったと思いますけど、首この辺がちょっときつそうな感じだったんで、もうちょっとねまあ滑りが良くなるようにちょっとシリコンスプレーとかね、なんか対策してあげた方がもっといいかもしれないですね。あとはまあ基本的に可動範囲、まあちょっとやってなかったですけど、肘とかその辺は全然問題ないですね。で足もちょっと手裏剣ついちゃってますけどね、二重関節で動きますし、足首も全然こういう風に稼働させることができるんで、素体ではあったらつま先が動かないぐらいなんで、それ以外は全然ね素体に近い感じで動かせるんで、で武装自体もそんなにねバカみたいに大きいわけではなく、そんなに無駄に干渉するわけじゃないんでね、なかなか動かしやすくてね、なかなか面白かったと思います。うん、まあもう一個ね、もう一個ちょっと贅沢を言うと、このカタール用のこのパーツがちょっと余剰になっちゃってるんで、この側面にピンでも生えてればね、これも同じく手裏剣と似た感じで、スポスポッとどっかつけておけば、それはそれでありだったのかなという感じがしますけどね。はい。ということで、一応2回にわたってね、紹介しました女神デバイスのアスラ忍者。こちらの方で、ね、紹介終了したいと思います。はい。ということで、次回ですね。次回は同じく、こちらのね、女神デバイスの、まあ、ある意味続編みたいな感じで出る、もう一体ですね。そちらをちょっと紹介していきたいと思います。というか、組み立てを紹介したいと思います。で、素体に関しては多分基本的に同じだと思うんで、またね、異なる点だけ、そちらをまたやっていくのと、あと武装パーツの組み立てと、そして、またそのさらに先に、武装状態、今回みたいなね、可動範囲の武装状態、こちらの方でまたやっていきたいと思います。で、最終的に、今回のね、こちらのアスラ忍者の方の説明書の方では、特に最後のページをちょっとお見せしてしまうとね、こちら最後ですね、まあ、デカールの春市が塗装がどうですよってありまして、その1個前が、先ほどもちょっと言った通り、忍者刀の付け方とかね、あとこちらの組み立てとかしか載ってなくて、次回紹介するやつの組み合わせ、こちらがね、載ってないんですよ、こちらの説明書には。なので、今ね、どういう感じで組み上がるのか全くわかんないんですね。例えばここのパーツが、まあ、肩に行きますとか、どうなりますよっていうのは、次回の紹介するやつに乗ってくるという形だと思いますんでね、そちらをまあ本当のオーラスということでね、ちょっとやりたいと思ってますんで、あとで3回ほどお付き合いいただければ、こちらのねアスラ忍者と次回紹介するやつの完全な組み合わせ、これがね、見れるという形となっております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。